青森県五国神社の軍艦津軽のひ津軽は日本海軍の不施艦。この名を持つ日本海軍の艦船としては2隻目。日本海軍の法令上は旧自体の津軽を用いるが本記事では津軽とする。軍艦津軽は太平洋戦争開戦直前に完成した日本海軍の機雷不施艦。最大速力20ノット程度ながら不施巡用艦や 補給艦としての性格を持つ多用途艦である。春光とともに第4艦隊所属の第19戦隊に編入され、中部太平洋諸島やソロモン諸島の攻略作戦に従事する。1942年3月10日のライサラモア空襲や5月上旬の35海海戦など、米軍機の空襲を受けることもあった。 第19戦隊の解体に伴い同年7月14日より、第8艦隊に編入され、ソロモン諸島やニュージョージア諸島で行動した。1943年8月5日、米潜水艦の雷撃で損傷し、横須賀で修理を行う。12月1日府で、第3、南遣艦隊に編入され、シンガポール方面で輸送任務や、 嫌い不説任務に従事した。1944年6月上旬、今作戦に参加。6月21日、米潜水艦ダーターの雷撃を受けて損傷。マニラに向けて退避中の6月29日、再びダーターの魚雷攻撃を受けて沈没した。津軽の艦名は津軽海峡による。初代津軽は日露戦争で日本海軍に六角された。 防護巡洋艦パルラーダーで、日本海軍軍艦隻編入時に、津軽と改名。その後、旧式化により、不設艦に類別変更された。2代目の本艦沈没後、三代目の津軽として、海上自衛隊の不設艦、津軽が収益した。三計画艦の一つで、基本計画番号 H 移住。沖ノ島の改め方にあたる。 沖ノ島の巡動警官としている文献も多い。93匹1型機雷600個を搭載した。先行官との相違点はなどである。その他に並走としては8センチメートル広角砲に、変えて25ミリメートル連装機銃を装備、環境トップの射撃式装置は、広角砲用の94式降射装置となった。方位測定室は、煙突後方に移動。 コ部ブマスト後方にあった単焦灯はコ部ブマスト上部に移されている。関営は沖ノ島より全体的に低くなった。機雷用の設備として煙突の前後両原に機雷搭載用のハンギングレールがあり、それぞれの直下に機雷積み込み口があった。館内中甲板は環境下あたりから完備までのほとんどが機雷格納所となっていて、 最大8畳の機雷用軌道が付設してあった。上述の通り完備中艦板の付設軌道は4畳となっていて、その他に、完備上艦板にも2畳の軌道があった。また、艦室前方の下艦板、戦争艦板にそれぞれ機雷庫が設けられた。沖ノ島とのもう一つの違いとして、航空基地補給も考慮に入れており、補給用重油102トン、 航空用軽出油125トン、航空用潤滑油や補給用の爆弾がも搭載した。そのため大戦中は輸送任務にも活躍した。太平洋戦争中にカタパルトと搭載機を撤去、96式2 5ト、mm、ル広角機銃や13ガミリ連装機銃を増備したほか、レーダーも装備したと言われる。 アゴー作戦後の兵装増備状況調査によると1944年8月10日、調べで25立方ミリメートル連装機銃は6機、増備して、計7機、同炭装機銃は4機を増備その他21号電弾を全部マストのトップに、装備していた。第3次海軍軍備補充計画において第1号艦、第2号艦、第3号艦、第4号艦、 第五号艦、六号艦などの建造が決まる。不設艦、甲は1万1600トン型、不設艦、オツは5000トン型嫌い不設艦という規模だった。このうち不設艦、甲は水上規模艦に変更されて、日清となり、不設艦、オツは津軽として竣工、同じ3計画で初高型不設艦2隻も、竣工した。1939年7月5日、 横須賀海軍交渉で帰港。1940年2月23日、影楼型駆逐艦2隻や、占い守る型解剖艦2隻等とともに命名される。6月5日、浸水。1941年6月20日、日本海軍は、初高偽装委員長を呼び、初代艦長を務めた、稲垣義明大佐を、津軽偽装委員長に任命する。また、 初高春光寺の水雷町、高橋西郎中佐、潜水母艦、空母剣崎機関長の桜井俊蔵機関中佐も、稲垣と同日付で、津軽偽装院に任命された。6月23日、横須賀海軍交渉に設置された、津軽偽装院事務所は事務を開始する。9月10日、稲垣大佐は正式に、津軽艦長となる。主な初代幹部は、木雷長 高橋西郎少佐、公会長、落ち武雄大尉、機関長学久直機関少佐。10月22日、津軽は竣工。翌日、津軽偽装院事務所は撤去された。横須賀鎮守布席。1941年10月22日の竣工と、共に、津軽は、島清秀少将を司令官とする、第19戦隊に編入。第19戦隊は、 第4艦隊に所属していた。11月1日に、津軽は横須賀を出港し、サイパン経由で11月8日にトラック白地到着した。津軽は太平洋戦争初戦では南洋部隊のグアム島攻略部隊機関として、グアム島攻略作戦に従事した。11月22日にトラックを出港して11月24日にサイパンに到着。 11月26日にグアム島攻略部隊指揮官の第5根拠地帯司令官が正義を掲げた。同日サイパンを出港し、11月28日に攻略部隊の集結場所である母島に到着した。攻略部隊は上陸部隊を乗せた戦団を護衛して12月4日に母島から出撃。12月10日に上陸が行われ、アメリカ軍は降伏した。 津軽は陸軍南海支隊の司令部要員と津軽陸戦隊を上陸させた。その後津軽陸戦隊を収容しアプラ港に入港。12月12日攻略部隊司令部は陸上に移った。12月13日グワム島攻略部隊は解散され津軽はハウランド方面攻撃支援隊に加えられた。12月15日から津軽と駆逐艦オボロは ウェイク島攻略に投入される、マイズル第2特別陸戦隊の一個中隊を、サイパンからクエゼリンまで輸送し、それからマキンへ向かった。12月22日、マキンに到着。12月26日、ハウランド方面攻撃支援隊の編成が解かれた。スガルは、捕虜を収容して、ヤルートへ移動するよう命じられ、12月28日に、ヤルートに到着。 同日、沖ノ島と共に出港し、1942年1月1日に、トラック白地に帰島した。1942年1月、ビスマルク諸島攻略作戦が実施となり、R 攻略部隊が編成された。R 攻略部隊は、第19戦隊の津軽、沖ノ島や、第6水雷戦隊、第18戦隊などからなっていた。このうち、 第19戦隊や第6水雷戦隊からなる本隊は、ラバウル攻略、第18戦隊などからなる死体は、カビエン攻略担当であった。1月14日、輸送戦団を伴う攻略部隊は、グアムを出撃。同日、1月12日にトラックを出港していた、津軽もこれに合流した。途中で、第6水雷戦隊などと合同し、1月22日に、 ラバウル郊外に到着。ラバウル攻略に成功した。第19戦隊からも陸戦隊が上陸した。1月30日、空襲で、資金弾を受け消破口が生じた。2月1日、R 攻略部隊の編成が解かれ、津軽第6水雷戦隊、第8特別根拠地帯などで、R 方面部隊が編成された。二月二十日に、津軽第六水雷戦隊などで、 SR 方面攻略部隊が編成され、同部隊はラ、ライサラモア攻略作戦に従事した。3月5日に、SR 方面攻略部隊は、ラバウルを出撃し、3月8日にライとサラモアを攻略した。3月10日、ライサラモアは、アメリカの空母、レキシントン、ヨークタウン搭載機による空襲を受けた数の感染に、被害が生じた。2時間の対空戦闘で、 津軽は1 2 7トル広角砲弾244発、2 5ト、mm、ル機、銃弾2067発、7 7リメートル機銃0発を発砲。命中弾1発と試金弾3発により、左減煙突付近の大破壊や、抱き故障などの被害が生じ、戦死12名、重傷者3名、軽傷者9名を出した。アメリカ軍機の無線を傍受した。 オチ・タケオ大尉によれば、アメリカ軍は、津軽のことを、戦艦と誤認していたという。3月13日から20日までラバウルで、応急修理後、トラック白地を経由して4月1日に、横須賀到着。修理を行った。4月23日、横須賀を出撃して30日に、トラック白地儀。翌日出撃し、5月4日に、ラバウル到着、同日出撃。 5月8日の三五回海戦に参加、B-17 爆撃機との対空戦闘中に、機銃事故で負傷者5名を出した。5月9日に、ラバウル帰着、11日に出発。5月12日に沈没した、沖ノ島救援に向かい、島司令官は、夕月より、津軽に移乗した。5月19日に、トラック白地に帰着。24日に出発し、 5月30日に横須賀到着。修理と整備を行った6月18日、横須賀を出発して24日にトラック白地到着。7月14日に第八艦隊が進編され、津軽は同艦隊付属となった。7月17日、ラバウルに進出。8月7日よりカダルカナル島の戦いが始まると、津軽もショートランド白地に進出して、 カダルカナル島への輸送作戦に従事した。9月3日、ガトウ輸送従事中に、米軍の空襲により、資金弾を受ける。9月8日から10月10日までラバウルで修理を実施した。その後、再び、ショートランド白地に進出し、輸送作戦に従事する。11月30日、津軽艦長は、稲垣義明大佐から高橋市松大佐に交代。 稲垣大佐は、翌年6月5日府で、予備役に編入された。1943年2月25日、ラバウルで空襲を受けて損傷。3月10日、ラバウルを出発して19日に、横須賀到着。修理と整備を行った。5月25日、横須賀を出撃、トラック白地経由で6月3日に、ラバウル到着。ラバウル、部員。 トラック白地艦の魚雷輸送任務等に従事した。8月4日、トラック白地を出撃して、ラバウルに向かう。8月5日、米潜水艦から雷撃されて損傷し、6日にラバウル到着。応急修理後の8月31日にラバウルを出発し、9月12日にトラック白地儀。9月12日にトラックを出発、18日に横須賀到着。 修理と整備を実施した。9月20日、津軽艦長は、高橋市松大佐から中津正規大佐に交代する。後日、高松は、第2護衛戦団司令官に任命され、松形区逐艦一番艦、松沈没時に戦死した。横須賀で修理中の1943年12月1日付で、津軽は、第3、南津海艦隊に編入される。 12月3日に横須賀を出発し、12月5日に佐世保到着。輸送物件を搭載し、12月9日に佐世保を出撃する。マニラ経由で12月22日にシンガポールに到着。1944年に入ると、シンガポール方面やフィリピン方面での輸送作戦に、従事。時、3月17日から24日までパラオに滞在した後、 バラバック海峡に機雷を付設した。5月12日、佐世保に帰還。5月28日、機雷600個を搭載して、佐世保を出港。すり顔海峡で機雷を付設した後、6月4日にダバを到着。6月5日にダバを出発し、6月7日には刺激。美役島の戦いに伴う輸送作戦に従事する。陸軍部隊を乗せて6月8日に、 出発、6月9日にソロン到着。同日出発し、13日には令機即日出発し、ソロンへ戻る。6月21日、ソロンを出発。同日、サラワジの白地で空襲を受けたため被体する途上で、米潜水艦ダーターから、右玄艦首に、魚雷攻撃を受けた。この日かみなりで相当な浸水があり津軽は、前のめりとなり、 戦士二人、重軽傷四人の被害があった。ミネ風型区畜艦十二番艦、歩風の支援を受け、6月22日にマリフッドキ。現地にて、損傷箇所の応急修理を施したが、試験公開の結果が思わしくなく、本格的な修理のためフィリピンのキャビテ軍港に開港することとなった。6月28日、ワシレに開港。6月29日、 フィリピンへ向け苦戦艇2隻の護衛を伴い、出港するが、諸大水道北口において、ダーターの襲撃を受ける。津軽航海長が重かじ一杯を取るも、応急修理による低速航行だったことからも避けられずひかみなりした。沈下は止まらず、徐々に艦備が持ち上がりやがって垂直に直立し、津軽はそのまま艦備を上にして海中に没した。その直後に爆発があり、 津軽から10分に離れていなかった漂流者には、水中衝撃で負傷したものが多かったという。苦戦艇2隻が津軽の救助に当たったが、重傷者が多く、救助された後にも戦傷が原因で亡くなる者が続出した。生存者は少なく、巡視艦以上18人、歌手官兵287人、容認3人が戦死した。 すでに死亡していた中津大佐は7月10日府で津軽艦長の職務を解かれた。8月10日津軽は不設艦帝国軍艦席より除かれた。艦長たちの軍艦誌205から207ページ日本海軍誌第9巻、第10巻の召喚履歴に基づく。ありがとうございます。